アイコリアユーです。今日はヤフー記事でご紹介しているたった1分韓国語シリーズの発音を皆さんにご紹介できればと思い動画にしました。チャンネル登録よろしくね。では Yes の、はい、いいえを韓国人っぽく返事してみましょう。そうしよう、くれ。そうしよう、くれ。嫌だ、しろ。嫌だ、しろ。わからない、모르겠어。わからない、모르겠어。次に韓国人っぽく喋れるキーワードを3つご紹介します。なんとなく、くにゃん。なんとなく、くにゃん。マジ？진짜？本当に？진짜？とりあえず、一旦。一旦、とりあえず、一旦。人を呼びかけるときに使いやすい、ねえねえを韓国語で言ってみましょう。あのね、言っちゃな。あのね、言っちゃな。あの、저기。あの、저기。ちょっとすいません、저기요。ちょっとすみません、저기요。話の話題を変える、そういえばを韓国語で言ってみましょう。そうだ、そういえば、ちゃん。そうだ、そういえば、ちゃん。あ、そういえば、あ、バッター。あ、そういえば、あ、バッター。そう言われてみれば、クロゴボニー。そういえば、クロゴボニー。次にごめんを韓国語で言ってみましょう。友達や知り合いにはごめん、미안해。ごめん、미안해。丁寧に謝りたいとき、ごめんなさい、미안해요。ごめんなさい、미안해요。謝罪をしないといけないとき、申し訳ございません、죄송합니다。申し訳ございません、죄송합니다。それなを韓国語で言ってみましょう。それな、私が言った通りでしょ、ねまり。それな、ねまり。だよね、그러니까。だよね、그니까。それそれ、まじゃ。それそれ、まじゃ。2回言うこともあります。まじゃまじゃ。お疲れ様を韓国語で言ってみましょう。お疲れ、すごいっそ。お疲れ、すごいっそ。お疲れ様です。すごわせよ。お疲れ様です。すごわせよ。ご苦労様でした。고생하셨습니다。ご苦労様でした。고생하셨습니다。美味しいを韓国語で何て言うんでしょうか。3つご紹介します。美味しい、美味しい、美味しい。美味しいです。美味しいよ。美味しいです。美味しいよ。韓国ではよく使う言葉ですね。ご飯泥棒ですね。パプトドギネヨ。ご飯泥棒ですね。パプトドギネヨ。遊ぼうという声かけを韓国語で3つご紹介します。遊ぼう、ドルジャー。遊ぼう、ドルジャー。時間ありますか？시간있어요？時間ありますか？시간있어요？ご飯食べに行こう。밥먹으러가자。ご飯食べに行こう。밥먹으러가자。どうしたのを韓国語で3つご紹介します。どうしたの？왜그래？どうしたの？왜그래？なんかあった？무슨일있어？なんかあった？무슨일있어？大丈夫？괜찮아？大丈夫？괜찮아？逆に自分が困った時、どうしようを韓国語で3つご紹介します。どうしよう、어떻게？どうしよう、어떻게。どうしたらいいのかな、어떻하지。どうしたらいいのかな、어떻하지。なんでこうなった、왜이러지。なんでこうなっちゃったんだろう、왜이러지。そっか、を韓国語で3つご紹介します。そっか、그렇구나。そうなんだ、그렇구나。そうなんや、그래。そうなんや、그래。ほんまに、本当に、진짜？本当に、진짜？やめてという意思表現を必要な時に3つご紹介します。やめて、しないで、はじば。やめて、しないで、はじば。そんなことしないで、くろじば。そんなことしないで、くろじば。
やめてするな、くまね。やめてするな、くまね。相手の言ったことを聞き返したいとき、なんてを韓国語で3つご紹介します。なんて、ボラゴ？なんて、ボラゴ？え？ん？え？ん？もう一回話して、다시말해줘。もう一回話して、다시말해줘。だよねという表現を韓国語で3つご紹介します。確かに、그치、그렇지。確かに、그치、그렇지。そうだね、그러니까。そうだね、그러니까。確かに、하긴。確かに、하긴。どうですか？韓国語で話すときにちょっと必要なキーワードをご紹介してみました。ではもう一度おさらいしてみましょう。では、Yes の、はい、いいえを韓国人っぽく返事してみましょう。そうしよう、くれ。そうしよう、くれ。嫌だ、しろ。嫌だ、しろ。わからない、모르겠어。わからない、모르겠어。次に韓国人っぽく喋れるキーワードを3つご紹介します。なんとなく、くにゃん。なんとなく、くにゃん。マジ？ちんちゃ？本当に？ちんちゃ？とりあえず、一旦。一旦、とりあえず、一旦。人を呼びかけるときに使いやすい、ねえねえを韓国語で言ってみましょう。あのね、言っちゃな。あのね、言っちゃな。あの、ちょぎ。あの、ちょぎ。ちょっとすいません、ちょぎよ。ちょっとすみません、ちょぎよ。話の話題を変える、そういえばを韓国語で言ってみましょう。そうだ、そういえば、ちゃん。そうだ、そういえば、ちゃん。あ、そういえば、あ、バッター。あ、そういえば、あ、バッター。そう言われてみれば、黒ごぼに。そういえば、黒ごぼに。次に、ごめんを韓国語で言ってみましょう。友達や知り合いには、ごめん、みやね。ごめん、みやね。丁寧に謝りたいとき、ごめんなさい、みやねよ。ごめんなさい、みやねよ。謝罪をしないといけないとき、申し訳ございません。죄송합니다。申し訳ございません。죄송합니다。それなを韓国語で言ってみましょう。それな、私が言った通りでしょ。ねまり。それな、ねまり。だよね、그러니까。だよね、그니까。それそれ、まじゃ。それそれ、まじゃ。2回言うこともあります。まじゃまじゃ。お疲れ様を韓国語で言ってみましょう。お疲れ、すごいっそ。お疲れ、すごいっそ。お疲れ様です。すごわせよ。お疲れ様です。すごわせよ。ご苦労様でした。고생하셨습니다。ご苦労様でした。고생하셨습니다。美味しいを韓国語で何て言うんでしょうか。3つご紹介します。美味しい、맛있다。美味しい、맛있다。美味しいです。맛있어요。美味しいです。맛있어요。韓国ではよく使う言葉ですね。ご飯泥棒ですね。밥도둑이네요。ご飯泥棒ですね。밥도둑이네요。遊ぼうという声かけを韓国語で3つご紹介します。遊ぼう、놀자。遊ぼう、놀자。時間ありますか？시간있어요？時間ありますか？시간있어요？ご飯食べに行こう。밥먹으러가자。ご飯食べに行こう。밥먹으러가자。どうしたのを韓国語で3つご紹介します。どうしたの？왜그래？どうしたの？왜그래？なんかあった？무슨일있어？なんかあった？무슨일있어？大丈夫？괜찮아？大丈夫？괜찮아？逆に自分が困った時、どうしようを韓国語で3つご紹介します。どうしよう、어떻게。どうしよう、어떻게。どうしたらいいのかな、어떻하지。どうしたらいいのかな、어떻하지。なんでこうなった、왜이러지。
なんでこうなっちゃったんだろう。ウェイロジ？そっか。を韓国語で3つご紹介します。そっか。クロクナ。そうなんだ。クロクナ。そうなんや。くれ？そうなんや。くれ？ほんまに？本当に？ちんちゃ？本当に？ちんちゃ？やめてという意思表現を必要な時に3つご紹介します。やめてしないで、はじば。やめてしないで、はじば。そんなことしないで、くろじば。そんなことしないで、くろじば。やめてするな、くまね。やめてするな、くまね。相手の言ったことを聞き返したいとき、なんてを韓国語で3つご紹介します。なんて、ボラゴ？なんて、ボラゴ？え？ん？え、うん。もう一回話して、다시말해줘。もう一回話して、다시말해줘。だよねという表現を韓国語で3つご紹介します。確かに、그치、그렇지。確かに、그치、그렇지。そうだね、그러니까。そうだね、그러니까。確かに、하긴。確かに、하긴。どうですか？では最後に私の発音なしで練習してみましょう。どうぞ。